文書感学とは、現在における、記録資料類を収集、整理、保存、提供を行うための科学的理論、方法を研究する学問分野。行政等の通常業務において発生する、公文書を一定の保存年限が過ぎた後に、アーキビストなどの専門職の手によって廃棄すべきものと、長期やるいは永久的に保存を行うために、 文書館に送るものに分類は行われる。そのために必要な記録資料に対する記録評価論、資料調査論、資料整理論、目録編成論、資料保存論などの実務的理論、技法を研究するための学問が文書館学である。1899年にオランダのサミュエル・ムラーラが執筆した記録資料の整理と記録法がその体系化の 第一歩とされているが、日本では古文書学は発達したものの、近世、近代の文書についての重要性についてはあまり、帰り見られず、一定の年限が到来すれば破棄することが、原則とされていた。第二次世界大戦後になって、ようやく、日本でも、近世、近現代の文書保存の必要性が認められるようになり、 1951年に文部省資料館が設置され、1971年には国立公文書館が設置されて、本格的な公文書の保存作業が行われるようになるとともに、欧米の文書館学が紹介されるようになった。1988年には公文書館法が施行された。現在では、情報学などとも連携しながら、原存記録資料の評価。 保存のための学術的な研究が進められるようになってきている。ありがとうございます。